はいどうもラビットです、今回からは、ドラクエは動画にしてですね、無駄な部分はバシバシカットしながら、サクッとやっていこうと思います。いきなりですね、配合をしたいと思います。ギガント、これギガンテスですね。ギガンテスと、ダンジョンエビ、エビル、ダンジョンエビ、これ両方とも旅の扉のボスでゲットしたんですけど、この2匹を配合してオーガーをね作ります。で、このオーガーをオスにしたいんだよね。オスにしたいんだけど、ちょっと今手持ちのお金がないので、性別を変える施設がね、使えるかどうか微妙なんですけど、とりあえず、これ鑑定していこうと思います。今100いくらしかないからね、大丈夫かこれ。なんだっけ、祝福。卵鑑定士のところに行って、ポケモンと違って卵の性別を変えることができるんですよね。はい、この、あーら、ラビットちゃま、おかえりと。はい、鑑定します。で、オーガ。これ、オスだったら OK。女の子。女の子か。じゃ祝福しないといけないですね。250ゴールドダメですね、これ。ダメだ、これ。とりあえずですね、お金が足りなくて性別を変えられなかったんで、あのまま卵のままでいてもらいます。先にね、ちょっと旅の扉をクリアして、お金を稼ぎつつ、ストーリー進めていこうかなと思います。今回入るのは、破壊の扉っていうところですね。ボスがハーゴンなんですけど、ここをクリアしていこうかな。で、道中に出てくるモンスターはあれかな、植物系だかなんだかだったかな。で、一応この右上のところに、まだクリアしてない旅の扉の一覧を書いていったんですけど、まあこれを一個ずつ埋めていくという感じです。逃げれるかな？オッケーオッケー。で、配信外のところでハグレメタルめちゃめちゃ狩りまくって、こんな感じで割と強くなったんで、ボスもね、まあ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 、倒せるんじゃないかなと思います。で、あとは、図書館の扉っていうのが、おっ霜降り、いいね。図書館の扉っていうのがね、モンスターの図鑑を100匹集めて、集めないとその扉に行くことができないんで、まあなるべく道中ね、モンスターもゲットしながら拾った肉でこう、あー入っちゃった、回しながら、集めてやっていこうかなと思います。じゃあちょっとこれ、この辺ね、ちょっと作業なんですよ。同じ作業の繰り返しで、これがあと20何回続くんで、ボスの手前までカットしていこうと思います。お、義勇主人来た。これでちょっとついでに、やりたいことがあるんで、ここで一回セーブします。旅のしおり、よし。これでね、メタルキングを出してくるまでリセマラしようかな。私もマスターなんですよ。勝負しませんか？勝てたら秘蔵の薬をあげますよ。これで、モンスターの、一番低い能力が20上がります。おー、めちゃめちゃ豪華だけど、メタキン狙っていきたいんで、ちょっとリセットします。お、来た、しかも2体。これめっちゃレベルも上がんじゃない？とりあえず人食いそうに攻撃して、2発で倒せるかな。で、あ、どうしようかな。ちょっと待ってよ。レッピーと、リザドンで人食いそう行って、エンテイでメタキン行こうか。うわー、倒せねえんだ。とりあえず人食いそう処理して、全員で総攻撃だな。リザドンは魔人斬りしようか。あ、誘う踊りしてもいいかな。まあ、眠っちゃった。ああ、寝すぎだろ。お、オッケー。で、ここで、アストロンしよう。アストロンして肉をあげまくるぜ。アストロン。肉あげまくるぜっつって、霜降り肉、どれぐらいあったかな？1、2、2個しかないじゃん。いけるこれ。とりあえず、骨付き肉を1個あげて、そっから、なんだ、骨付き肉かよ、つってちょっとがっかりしたところでグレードアップして、霜降り肉あげるっていうね。これでこう、落差でね。
おーなんかすげーいい肉もらった感をね、より感動を増していくっていうねスタイルでいきます。でもう一個霜降り、はい、仲間になんないかな。よし来い。あーすげー、あ来たメス。メタキンね、来ましたね。どうしようかね。これ明らかに鋼タイプだよな、ポケモンで言ったら。鋼の王様ガルドにしましょうか。ギルガルドね。よし、これで配合で、自主的にメタキンを作ることによって、みんな MP だな。配合で自分でメタキンを作って、メタキン同士配合させればゴールデンスライムになると。でゴールデンスライムになれば、頑固じいさんの扉に行けるようになるので、ストーリーがまた一歩進むっていうね、素晴らしい。よし、じゃあまたボスに、なるまで、カットしていこうと思います。はい、最終回来ました。 BGM がめちゃめちゃいいね。でハーゴンなんですけど、多分呪文を主体でやってくるのかな。まあ一応スクルトをかけつつ防御力上げて、こっちはこうバイキルトとかこう物理で殴る感じでいこうかなと思います。いやー結構ね、配信でやった時ミルドラースにボコボコにされたり、ゾーマにギリギリで勝ったりとかってね、結構危なっかしかったんで、だいぶねレベルを上げたんですけど、ちょっと不安だな。じゃあちょっと整えていこう。でエンテイがザオリクを持ってる関係で、できるだけエンテイの PPPP っていうか、あれか MP をね温存したいんですよね。なので道中の回復はリザドンで行います。こんなもんか。これでいいか。よし、じゃあこれでハーゴン挑んでいきます。勝てるかな。来た来た来た、いいね。誰じゃ、私の眠りを邪魔する者は。愚か者め。大神官ハーゴンとしてのことか。もちろん。ならば許せぬ。知らなかったとしたら、それはそれで私を知らないとは許せんみたいな、どっちにしろ怒ってきそうだよね。己の浅はかさを思い知るがよい。すいません。はい、ハーゴン来た。とりあえずはスクルト一回かけようかね。スクルトかけて、で基本的に魔法トーンとか効かないから、まあ爆裂剣でメラゾーマかな。これでいこう。どんなもん食らうんだろう。あーまあ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 、おっ、オッケーオッケー。メラゾーマどんなもん。おっ150ぐらい。うわっ、タッツー召喚バズーカ。そうしましたら、バイキルトをエンテイにかけつつの、エンテイ爆裂剣。で、リザドンはね、灼熱とか輝く息で全体攻撃した方がいいかな。バズーはもうほっとくか。いけ。バイキルト、オッケー。先制でバイキルトかけたいけどね、できるなら。うわ、イオナゼン。ちょっと、ジゴスパークじゃないこれ。きっと。どうしよう。ビッグバンどんなもんくら。とりあえずはベホマー。あーエンテイがな、回復役と、あ、ちょっと待って、エンテイがね回復役と攻撃役を兼ねちゃってるのがあんま良くないんだよな。リザモンに回復させるか。よし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 。ビッグバンどんなもん。280、いいねいいねいいね。ビッグバンちょっと主体でいこうか。レギュラーゴンは大丈夫、弱いから。ビッグバン爆裂、ベホマ、こうしようか。よし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 、いけ。すげえ、ビッグバン最強説イオナゼン、やばい。ビッグバン爆裂ベホマと、もう当初の予定と全然違うけど、リザドンがもう回復役って感じだね。ビッグバンが強え、これ。お、バズ倒した。オッケーオッケーオッケー。だいぶ楽だぞ、これで。そうしましたら、
懲りずにビッグバン爆裂拳、ベホマと勝てるんじゃない。だいぶビッグバンのダメージがでかい。すごいね。よし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 。でイエラゴンは大丈夫。ビッグバンで爆裂拳でメラゾーマ、これでいいんじゃない。あ、倒した。おい、割と余裕だったな。よし。お、己、口押しや。このハーゴン様がお前ごときにやられるとは。口押しがお前の強さは認めてやろう。いいね、素直だね。ただし、お前でも叶わぬものがこの世には存在すると。このことをよく覚えておくがいい。で、これで一回クリアして、次またここ来ると、ボスが指導に変わってるんだよね。おや、まだ魔物の匂いがするな。まあいいか。さあ帰ろうぜ。この魔物の匂いっていうのが多分指導のことなんでしょうね。よし。ハーゴン倒しましたね。で、一応道中で、お金を拾ったりとかしたので、これでね、冒頭に作ったオーガーが、性別を変えて孵化することができます。で、メタキンを一匹ゲットしたから、自分でメタキンを作るために、まあ、キングスライムとメタルドラゴンが必要なんですよね。このキングスライムは、メダルおじさんの扉で、ボスとして仲間にできて、メタルドラゴンはミルドラースの扉で、野生で出てくるので、この2匹をね、ゲットすれば、もう1匹のメタキンが作れるので、それでゴルスラができるという感じですね。ただゴルスラよりもどっちかというとメダルを13枚集めるのがきついかもしれない。今多分7枚ぐらいだったような気がするから、まあ、あと半分だよね。それがまあきついかもしれないな。孵化させよう。オーガーね。よし。で、このオーガーを、牧場で育てて、同じく牧場にいるゴートドンと掛け合わせることによって、ズシオマルが作れるんで、そのズシオマルと今手持ちにいるゴールデンゴーレム配合してデュランを作ると、そういう算段ですね。名前どうしようね。おっさん、この間生配信でハンサムイベントやったし、ハンサムでいいか。はい、ハンサム。どんなもんなん能力。まあいいや、牧場に返します。はい、よし、これで破壊の扉クリアという感じだね。もう一個ぐらいいっとくか。よし、じゃあさっき調べた結果、やっぱりバラモスがね、なんか余裕そうな感じだったので、操りの扉に行こうと思います。操りってどこだっけ。これか、上ね。よし、じゃあ、ここ、攻略していきまーす。また、あれかな、道中で、なんかこう、うわーみたいな、なんかテンション上がる出来事が起きたら、そこを、移して、そう、特に何もなければ、もう道中、同じことの繰り返しなんで、パパッとカットしてね、ボス戦まで行っちゃおうかなと思います。では。最終フロアですね。今回割とサクサクだったな。もうね、即降りって感じで10分ぐらいでここまで来れたな。で、ボスがバラモスなんですけど、そんな多分厄介なことはしてこないと思うので、とりあえずこっちはスクルトとバイキルトで整えて、あとは、殴ると。ビッグバンがね、めちゃめちゃ強すぎるからね。ゴールデンゴーレムの反則級に強いからね、それでちょっと、倒していけたらなと思います。なんかいっぱい宝箱が落ちてるんだけどさ、さっきからことごとくミミックなんだよね。なんか、いいアイテムないかな。吹雪の杖、いいね。吹雪の杖もいいんだけど、あれ？これどっから行くんだ？吹雪の杖もいいんだけどね、そもそもあのショップが出てこないからね、ルーラの杖使うか。よし。あ、こっちだったね。よし。じゃあ、整えて、整えていきましょう。
ペホマ。ペホマ。ペホマ。よし。で、とりあえずさっきのね、ハーゴン戦で学んだんだけど、やっぱ、グレートドラゴンを回復役にした方がいいね。来た。かっこいい。なんかかわいいね。ダンスしてるみたい。ついにここまで来たのか。哀れなる者どもよ。この大魔王バラモス様に逆らおうなどとは、身の程をわきまえぬ者たちじゃな。ここに来たことを悔やむがよい。再び生き返らぬよう、そなたらの腹渡を食らい尽くしてくれるわ。グロいな、こいつ。言うことが。えぐい。はい。でも、こいつがね、大魔王っていうなんか、風格、ないよね、あんまね。あんまそういうなんか、ルックスからカリスマ性を感じないんだよな。メラゾーマ。どんなもん？うわぁ、結構強い。スクルトでとりあえず、整えよう。メラゾーマ。これどんなもんだろう？59か。うわぁ、15スパークか。めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強いんですけど、バイキルと、で、ちょっと一回ベホマ挟むか。あ、ちょ、間違えた。ベホマ行きたかった、リザドンに。まあ、いいか。これ強いな、地獄の雷槌。ただ、幸い、素早さは勝ってるから、ルバーン、爆裂剣、で、ベホマ。あー、しょっぱいね。いけ。おぉ、強っ。あ、岩石。岩石、放り投げね。ビッグバン。で、ここだな、爆裂剣。ベホマを、エンテイに行くか。よし。バイケルトってもう一回やっても4倍にはならないような攻撃力。よし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 。てか、スクールとしてこんな食らうのか。もう一回スクルト重ねるか。スクルト。ベホマ、ユッキーと。いけ。あー、ダメージがしょっぱいな。よし。よしよしよし。あー、でも、まあ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 。スクルトもう一回かけとくか、一応。で、バクルツ。で、メラゾーマかな。あとは時間の問題って感じかな。よし。岩石はみんな。岩石ってあれか、スクルトの影響受けないのか。ビッグバン。で、爆裂。どうしようかね。まあ、普通に攻撃するか。MP ちょっと、消費を控えていこう。まだ30ぐらいしか釣られないんだろうな、多分。おお、結構入る。バン爆裂で、ベホマをリザドンにかけよう。あとはこれもこれを繰り返していけば倒せそうだね。ビッグバンのダメージソースがすごいでかいね。ビッグバンで爆裂。ベホマはまだいいかな。普通にするか。ビッグバンって MP30 ぐらい消費するよね。それに、お、はい、弱い。ぐ、お、おのれ、口押しや。みんな口押しやっていうね。すごいな、ラビット。さあ、帰ろ。のんきだな、わたぼ。かわいい。よし、これで、操りの扉クリアと。これね、これ OK と。どうしようか。もう一個ぐらいクリアするか。意外とスムーズだったからな。じゃあ、どうしようかね。こないだダメだったミルドラースにリベンジしようかな。よし。じゃあ、整いましたんで、バザーの扉2に行って、ミルドラースにリベンジを果たしたいと思います。道中でメタルドラゴンを捕まえたいは捕まえたいんですけど、
結局メタル、あ、ちゃちゃちゃ、キングスライムと配合したいんですよ。で、ただキングスライムが旅の扉のボスなので、その、キングスライムに合わせた性別のメタルドラゴンをゲットしたいとなると、まだメタルドラゴン捕まえない方がいいのかなっていうね、そういうなんか葛藤があるんですけど、まあ、ゲットできそうだったらゲットしようかなと思います。じゃあとりあえずまたハイライト的なところまでカットしますか。いきなりミミック。はい、じゃあカットします。うん、来た来た。ちょっと気抜いて唐揚げ食べてたらコロシアムが来たぞ。しかもハグメタもいる。倒すか。よし、レベル上がるね。うわ、またハグメタ来たぞ。なんだこのフィーバー。おー、はぐれメタル超出るね。ここでじゃあレベル上げつつね、またなんか、あ、アンドレアル取るか。アンドレアルメスがいいんだよな。いや、他国マスターのだと仲間になりづらいからいいか。いいわ、普通に倒そう。よし、じゃあちょっとハイライト的なところまでまたカットしようか。お、早い、もう最終フロアか。一応ね、こういうバリアとか毒の床で、ゴリゴリ削られはしたものの、野生のモンスター戦はだいぶね、やっぱこっちのレベルも上がりまくってるんで、だいぶ楽勝でした。ていうかそもそも、基本1回で逃げるが成功してたんで、ほとんど戦ってないですね。で、あのコロシアムでハグレメタル借りまくってレベルもこんな感じになりましたね。だいぶね、もう賢さとかみんなカンストしてるからね。賢さこの時代は255がマックスで、素早さは511なんですけど、もうすぐエンテイも素早さカンストしますね。よし、じゃあこれでミルドラースに再挑戦しようと思います。リベンジね。これでボコボコのボコにしてやりますよ。はい、来たミルドラース。ファッファッファこいつ強化。モンスターマスターラビットのその仲間たちを、あまり私を煩わせないでくれ。はい、これ再戦時の専用のセリフかな。そしたらスクルと一回かけて、エンテは爆裂剣、リザドンはひとまずメラゾーマしようか。あー、まあ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 。で、あれなんだよね、イオナズンとかだっけ、ギガデインか。ギガデインがめちゃめちゃ食らっちゃうんだよね。ただこれに関してはどうしようもないので、バイキルトかけて、とりあえずこのターンは一旦回復するか。まだ大丈夫か。爆裂メラゾーマで行こう。とりあえずここは攻めよう。これで倍になるでしょ。で、次からレッピーも、おし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 、ビッグバンで攻撃に参加すれば割といいんじゃないか。爆裂剣も一発あたり100ダメージ入るから、こんな感じでリザードンに回復してもらいながら、これいけんじゃないかな。あ、ビッグバン全然食らわないな。ビッグバンよりメラゾーマのがいいのか。ほっとして爆裂ベホマト、よし。あー、避けるねこいつ。あー、メラゾーマも微妙か。まあビッグバンか。爆裂剣でリザドンにベホマしとこいっちょ。よし、いいね。これで次のターンリザドンも攻撃に参加するか。よし、ビッグバン爆裂で、魔神斬りよりはメラゾーマかな。確実に行こう。よし、いいんじゃない。ビッグバンで、よし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 、これはもうあと余裕だな。爆裂、いや、この間はやっぱさすがにレベルが低かったんだね。ギガレインがでも怖いね。結構食らっちゃうからね。まあでも全然回復も追いつくし、
余裕だな。爆裂で、ベホマイどっか一丁。おい、スクルトかけてるから全然打撃も痛くないね。ビッグバーン爆裂、メラゾーマで参加するか。止めない。200台に突入したら回復するようにしよう。よし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 。うお、打撃結構食らうね。リザドンの守備力が低いのか。メラゾーマまだちょっと回復はしてないけど大丈夫かな。攻めでいく、攻めで回復間に合ってるから。よし来ましたね、リベンジマッチ達成。エンテイも62になりました。なんとこの私が敗れてしまうとは。こんなことが起こるわけがない。おお、そうか、これ夢なのじゃな。それならば納得もできようぞ。こいつめでてえな。で、これでバザーの扉2が OK と。本当に強くなったな。それじゃあ帰ろうか。ね、本当強くなったよね。よーし、じゃあ今回は3つクリアしたのでこの辺にしとこうかな。で、メダルは結局拾えなかったので相変わらず。で、いろいろ他国マスターとか野生をちょこちょこ取ったので、魔物図鑑が58匹になってますね。あと42匹。で、ゴールデンスライムを作るにも、どっちにしろメダルの扉が、解放されないとキングスライム手に入んないんで、まあ、メダルを集めないとって感じですね。とりあえずは、魔王系の扉をクリアしていって、配合を繰り返してって感じにしようと思います。あ、どうしようかな。最後に配合だけやって終わろうかな。さっきのオーガーがどんなもんだ。レベル20ぐらいになってたら配合したいね。オーガーなんだ、ハンサムか。あ、20だ、ちょうど。あ、強っ。じゃあちょっとこれ配合してズシオマルにしましょうかね。よし、じゃあちょっと配合だけして終わろうかな。で、道中でね、いろいろお金も拾ったんで、お金は大丈夫です。お金の心配はね。で、ゴールデンゴーレムがオスなので、ズシオマルをメスにしなきゃいけないのか。配合。ハンサムと、メリープ。メリープね。これで、確かズシオマルになるはず。OK。で、これでメスにすればいいんだな。よし、デュランへの道が近づいたね。ただ、デュランがね、レベル上がりにくいからね、なんとも言えないんだよね。あとは、メドーサボールか。メドーサボールもね、今持ってるんですけどね、性別が合わなくて、グレートドラゴンと配合できないんですよね。グレートドラゴンとメドーサボールをうまいこと配合できれば、ヤマタノオロチになるんだけど、まあ、もしくはヤマタノオロチを他国マスターから分取ってっていうパターンもありだけど、まあその辺はおいおい考えていきます。これね、はい。この子元気もりもり。女の子、オッケーオッケーオッケー。よーし、じゃあこれで孵化してレベルが上がればゴールデンゴーレムと配合できるので、めちゃめちゃ強い感じのデュランができるって感じだね。よし、じゃあこれ孵化して、今日は終わりましょうかね。まあ次ぐらいで完結できるといいんだけどな。ちょっとメダルに関しては運が絡むので、メダル次第だなぁとは。パカン。はい、行きました、ズシオマル。ズシオマル。そうですね。四足歩行なんだよね、これね、何気に。ちょっとニックネーム考えます。よし、じゃあ、火炎獅子のメスみたいなイメージで、炎獅子にしよう。はい、炎獅子は、牧場に行っといてもらいます。
よし。ではでは、この辺で、今回は終わりますかね。また次回、残りの扉ですね。根絶やしの扉、眠りの扉、格闘場の扉2。この辺をクリアして、条件を満たし次第、メダルの扉、図書館の扉、頑固じいさんの扉、この辺をね、攻略していこうと思いますので、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。ではでは、最後までご覧いただいてありがとうございました。さよならビト。またね。